ギュッと伸ばして弾くと勢いよく転がっていくコロコロタイヤを作ります。コロコロコロ、コロコロコロ、同じ色の折り紙を2枚使います。まずは1枚目、ひっくり返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、また三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。合計3回中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。このような細長い形を作ります。ここまで折ったら全体を広げます。開くと中に小さな三角があるので、これを前後に引っ張ると広げやすいです。横の折り筋がたくさんついています。この折り筋が縦になるように90度回します。横の真ん中の折り筋が目立たないので、このように引っ張って目立たせます。そして手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。同じ工程を繰り返していきます。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。
こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。最後に折ったこの部分広げます。奥も1枚だけ広げます。4列ある形にします。中央の4つの四角の外側に斜めの折り筋をつけていきます。このような斜めの折り筋をつけていきます。まず左下を押さえ斜めに折り、左手前と左奥に折り筋をつけ広げます。真ん中は残します。続いて右手前を押さえこのように斜めに折り、右手前間は残し左奥2箇所に斜めの折り筋をつけます。さらに今つけた斜めの折り筋の隣にも外側にもこのような直角に曲がる折り筋をつけます。さらにさらに1、2、2つ飛ばしてこの白い部分との境目にも斜めに折り筋をつけます。こことここにも折り筋をつけます。こことここ2箇所に一度に折り筋をつけます。まずこの左手前を押さえ斜めに折り、左手前と右奥、今度は左奥を押さえ斜めに折り、左奥と右手前、斜めの折り筋をつけました。反対側も同様です。斜めの折り筋の外側に直角に曲がるこの斜めの折り筋、そこから2つ開けて白との境目、新たに4つの折り筋をつけます。まず右手前を押さえ斜めに折り、右手前と左奥折り筋をつけ広げます。今度は右奥を押さえ斜めに折り、右奥と左
手前に折り筋をつけ広げます。このような折り筋をつけました。奥と手前一列ずつを立たせます。垂直に立たせます。そして前後にひっくり返し全体を縦にします。尖っている方を手前に向け、一番手前にある斜めの折り筋をつまみます。三角が左右にはみ出ています。このはみ出た三角を中に折ります。そしてこのホームベース状の部分を内側に折り込みます。このようにに折り込むことでボックス状にします。向きを変え、今度はこちら側、手前にある斜めの折り筋をつまみ、両側に三角を作ります。この三角を内側に折ります。そしてホームベース状の部分をこのように中に折ります。こうすることでボックスを作ります。裏返します。先ほどつけたこのくの字と逆くの字の折り筋、ここを折っていきます。この折り筋の前後の三角を中に折る、折ります。このように中にくっつけるように折って、そうすると全体がこのように起き上がってきます。折った部分は横にはみ出ます。このはみ出た部分を後ろに折ります。はみ出た部分を後ろに折ります。ひっくり返すとこのように後ろに折られています。この折った三角を挟むように全体を折ります。ひっくり返して、今度はこの折り筋、前後の三角が中にくっつくように折ります。そうすると全体がこのように起き上がっていきます。はみ出た三角は裏側に折ります。裏側に折って、折った状態で押さえておきます。指を入れて、こちらのはみ出た三角も裏側に折り、指で
押さえておきます。ひっくり返して、今裏側に折ったこの三角を挟むように全体を折ります。このような形を作ります。同じように作ったものをもう一つ用意してください。そしてもう片方の一番端の四角をもう片方の一番端の四角の中に入れます。このままだと入りづらいので、少しこのようにへこませたりしながら押し込み、中でしっかりと伸ばします。角度が均等になるように形を整え、これでコロコロタイヤの完成です。ぐいっと伸ばし、片方を固定し、片方を弾けば、コロコロコロと転がっていきます。ぜひ作ってみてください。コロコロコロ。コロコロコロ。コロコロコロ。